暴れてます。え、同席者5人全員ついた公式マーク、え、オンリーついたの本当に。オンリーついてんじゃん、やった、え、めっちゃ嬉しいな、オンリー公式ついてる、わ、めっちゃ嬉しい、ついについにやったね、5人ドズル社5人プラス公式ツイッターも、全てにつきましたね、公式嬉しい。昨日から今日にかけてなんか一気についてる人多いっすね、なんかオンリー寝てんのかな、オンリーだって年越しの瞬間も寝てる年が多いって言ってたもん。公式つくと何かあるのですか、いや別に何もないんだけど、なんか嬉しいじゃん、認められた感じがしてさいや大して何も変わんないよ、正直大して何も変わんないけど、あ、なんか嬉しいよね、ほんとなんか嬉しいのよ。一応あの公式マークつくと、あのちょっとした変化があって、あの公式マークはついてる人が反応してくれた反応が見れるのよ。例えばこの人がいいねしましたとか、この人が返信してくれましたとか、この人にフォローされましたみたいな、あの公式マークがついてる人からのリアクションが見れたりするんだよね。だから結構そのなんか僕とかは公式マークついてる人でいつも僕に多分反応してくれてたんだけど、僕が気づいてなくてみたいな人とちょっと DM やり取りさせてもらったりしました。うん、で逆にあっちにもそう見えてるってことだから、あっちにもね、公式マークの人からフォローされましたとか、公式マークの人からリップ来ましたみたいな通知が来るから、なんか気づきやすくなりますよね。うん、例えばはじめさんがね、はじめ社長さんが1000万人登録者いって、僕おめでとうございますって書いたんですけど、やっぱいいねすぐ来ましたもんね。わかんない、これ公式マークの力かどうかわかんないけどご視聴ありがとうございました。概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。